皆さんおはようございます。映画監督の大沢です。今日はですね、グリフィスパークからお届けしております。私もここ自分の撮影で使ったことがあるんですけれども、全米最大級の都市型公園でして、すぐそこにはあのグリフィス天文台、あの映画だとターミネーターとかララランドとか、そういったようなものが撮影されたロケーションになっている、天文台があったりとか、しますね。はい、というわけで今回は監督の目、撮影監督についてお話ししたいと思います。英語だとディレクターフォトグラフィーと言いますので、まあ、DP なんて略されますけれども、これはカメラマンとはちょっと違うんですね。アメリカにはカメラオペレーターといって、カメラを動かす専門の人がいますので、じゃあ DP 一体何やってるんだって話なんですけれども、大きく3つのですね、デパートメントをまとめています。で、1つはカメラデパートメントで、もう1つがエレクトリック、これは照明ですね、ライティングのデパートメント、そしてグリップ、これが照明機材、この3つのデパートメントのトップにいるのが DP になります。で、監督のイメージする絵をですね、具体的に映像化するために各デパートメントに指示を出していくんですけれども、やはり監督が伝えたいそのストーリーを映像化するのが、一番の仕事ですので、ただ単純にかっこいい映像とか、綺麗な映像とかが撮れるだけではダメだと言われていまして、どういう意図があってどういう絵作りをするのかというところをしっかり考えて撮れるのが、DP に求められるスキルだったりと言いますね。で、私の場合はですけれども、DP にショットリストを渡すんですが、ショットリストっていうのは、いろんなですね、このショットはこういうふうに撮っていくって、それぞれの詳細が書いてある、リストになりますけれども、それがやはりですね、私なんかはもうカメラのレンズの長さとか、アングルですとか、あとはショットサイズ、クロスアップだったりミディアムだったりワイドだったり、そういったようなところをもうすでに指定をして DP に渡して、どう思うかっていう相談をさせてもらったりしていますね。で、もちろん監督によってはですね、そういうのは細かいことはもう DP 任せにして、イメージをチャチャチャって伝えるだけみたいな人もいますが、そこは監督と DP の、どういう仕事の仕方をするかによって全然変わりますから、いろんなやり方があります。で、面白いんですけれども、例えばカメラ写りを気にする女優の方とかですね、監督よりも DP の言うこと聞いちゃうみたいな、そういうことがあったりもするんですね。で、監督にその、明確なビジョンであるとか、強力なリーダーシップ、そういったものがないと、良くも悪くも、DP が現場の、撮影の指揮権を乗っ取ってしまうみたいなことが実際にあったりします。逆に言うとそれだけすごく重要な、ポジションなんだということも言えますね。はい、では以上、撮影監督についてでした。次回はですね、プロダクションデザイナーについてお話ししたいと思いますので、お楽しみに。